こんにちは。こんにちは。久々の投稿ですけれども、今日は一応2人でプリンを作っていこうと思います。思います。まあね、経緯としては、まあ、うちのお店でプリンを、まあ、テイクアウトを中心に始めたんですけども、まあ、それを食べた萌ちゃんがめっちゃくちゃ美味しかったです。こう私がまだ生きてきた中で食べてきたプリンの中でめちゃくちゃ一番美味しくて、もう本当にメーターマンが飛び出るんじゃないかってぐらい美味しくてで動画を回して、はい、まあ、一緒に、ね、作り方はなんとなく 見てもらって、でレシピはちょっと別の場所でちょっと公開しようと思ってるんですけど、とりあえず今日はこうちょっと楽しく、あのプリンを一緒に作っていけたらなと思ってます。で、一応ねコロナ対策としてすごいね、こう黒マスクに黒 T シャツに白マスクに白 T シャツっていう感じで今日はお送りしようと思ってます、はい、でこの後はほぼ天使と悪魔です。あ、そういうことね。デビルとエンジェル。はい、そうです、はい、それ でこの後は多分ほとんどが萌ちゃん中心の動画になっていくと思うんで、はい、僕はほぼ声で参加したいと思ってますので、はい、どうかよろしくお願いします。お願いします。レッツクッキー。まずカラメルソースから作っていきたいと思うんですけれども、グラニュー糖とお水を鍋に入れて、でそれを火にかけます。はい。あとはちょっと火にかけておきましょうか。はい。ここに今からこちらの生クリームを入れていきたいと思います。そーっと入れてください。そーっと、はい。で、この放置です。はい、放置。はい、それではですね、先ほどのカラメルがこちらに入りました。このカラメルを今からこの容器に入れていきたいと思います。いきます。ドローン。まあ、それかな、これくらいですかね、うん、イエイ。じゃあそのまま冷蔵庫に入れちゃってください。はい、じゃあですね、これからプリンのネタの部分を作っていきたいと思うんですけれども、卵を6個、はい、そのボウルに黄身が割れないように全部割って入れてください。これに、あ、これにね、わかりました。任せてください。私は卵を割る天才と言われた少女です。嘘です。イエーイ。そんな卵の割りがついて初めて見た。やばいやばいやばい。あ、でももうすぐいけるかな。これで優しく落とせば、これで、はい、オッケー。なんとか割れることができました。あと2つです。私の試練は演出があるね。オッケー、オッケー。はい、6個できました。そしたらですね、はい、黄身だけをこちらのボウルに指で白身をこうろ過しながら黄身だけをの移す。はい。それが一番簡単な黄身の取り方。あ、そうなんですね。卵の右と左の殻で移し合ってみたいな取り方もあるんだけど、それが一番早くて、雑にだけやらなければ大丈夫。それで、そう、指の隙間から白身をこぼしながら
それを新しいボウルに。あ、だから黄身は割れちゃいけないんですね。そう、割らない方が簡単。よし、もちろんだからこのやり方をしなくても黄身だけになれば何でもいい。なるほど、うん、これが一番確実に白身が取れるのか。まあ、殻でやるとね、殻の破片で割れちゃったりもしますよね。それもあるし、うちの店だったら今10個ずつぐらいしか作ってないから卵6個とかだけど、うん、これすごい例えば繁盛店だけど卵30個とかね。そうですよね。そしたら殻ブワーって割ってってこうやってすくった方が全然早いから、うん、これはこのやり方でやってるけど、まあ、この数だったら全然どんなやり方でもいい。うん、ちょっとこういうやり方を初めて知ったんで、うん、次なんかお菓子作りでこうやって黄身と卵白を分けなきゃいけない時があったらこのやり方をしようかなと思います、うん。そう、手が汚れるのが嫌じゃなければちょっとこれも気持ちくなるので気持ちいいな。そう、なんかベニョベニョして気持ち、スライム触ってる感じですね。ベニョベニョって気持ちよそうな表現じゃないけどねあの小学校に戻った気分です。はい、できました。手を洗っていただいて。はい、わかりました。はい、じゃあ黄身を潰して混ぜてください。はい、こんな感じです。 OK、 じゃあそれでグラニュー糖を全部入れて、はい、ひたすら混ぜてください。はい、で粒粒が見えると思うんだけど、はい、粒粒がなくなってきて、うん、少し気持ち白っぽくなるので混ぜる、うん、結構時間かかります。それに生クリームをちょっとまた一回半分ぐらい入れて、はい、で残りの生クリームを入れます。入れてで牛乳も入れちゃおうか、はい、最後にバニラエッセンス1滴2滴ぐらい。これをこすことによって白身の例えばちょっとした破片とか、うんうん、そういうのがプリンの中に入ってちょっとこうザラッとしちゃったりとかっていうのがなくなる。なるほど。はい、では、はい、ここからプリンを蒸していきたいと思います。イエイ。これがプリンのネタで、こっちがさっきカラメルを流して冷やしてもう固まってますね、うん、でそれに流し込んでいきたいと思うんですけど、うちの場合この大きさなんで1個あたり 66g ぐらいを目安に、入れててください。いいね。かわいい。それを蒸すので、はい、こちらの蒸し器の上の段に、はい、こうポンポンと、あんまりくっつかないように。わかりました。はい。で、一応ちょっと泡が立ってたりとかした場合は、バーナーとかでビューってやると泡が取れたりするんですけど、まあ今日はその工程は。ね、全部もう一度やってもらうと危ないので今日はこれで蒸しちゃうと思います。今日泡あんまないし、うん、よかった。じゃあこのまま蒸し始めます。イエーイ。で、はい、蓋にかぶらないようにプリンの上を覆ってください。はい、で蓋閉めれるように中にシュシュッと入れちゃって、シュシュッと入れちゃって、そうそうそう、端っこも全部ね、うん、いろいろ理由あるんですけど、水滴が落ちてこれに入らないようにっていうのと、あとまあムラがこれである程度均一になる感じですね。なるほど。で蓋をして、はい、
で、たまに様子を見ながら蒸していきます。だいたい時間は早くて20分ぐらい、遅いと40分ぐらいかかることになります。その時の火力とか温度とか気温とかにもよってくるんですけども、だいたい20分から40分でやっていきたいと思います。開けていただいて、はい、ちょっとペロンってめくって、うん、おあ、結構いっちゃったね、うん、火を止めましょう。はい、結構いっちゃったね、うん、じゃ全部めくっちゃってください。はい、本来はもう少し膨らまないし、うん、シャバシャバってなってないけど、ないですね、でも完成です。完成です。なんでだろう、いや、火力が強かった。私の責任です。残念。でもまあプリンはプリン。でも、そんなにまずくはなってないと思うので、うん、これを冷まします。はい。こちらと、こちらですね。ちょっとね、こうやって、ぼちょぼちょっとなっちゃったのは、僕のミスで、火力が強くなっちゃったので、こうなんですけど、実際ね、うまくできてる方も出してもらっていいですか？はい。これが本来の完成形です。こっちが本当です。今回ちょっと火力が強くてこうなってしまったんですが、火力がすごく本当に弱くて、とろ火でちゃんとやるとこういう風な仕上がりになるので、皆さんがやるときは気をつけてください。はい。じゃあこちらも食べてみましょう。補足していいですか？蒸し終わった時の目安。うん、今回はもう、蒸し器開けた時にもうこの状態だったので、すぐ火止めて完成ってして、まあちょっと失敗だったんですけど、実際はあの時様子見たタイミングではおそらくまだできてないんですよ本来は。その時にはちょっとこう揺らしてあげて、液体感がまだ全然あったらもうちょっと蒸す。こうやった時になんか表面のところがある程度の硬さを持ちつつ、少しプルプルってなるぐらいになった時に火を止めて、あとは冷ましながら余熱で火が入っていくっていうイメージで作るとうまくいきます。なのでそれがちょっと今見せれなかったのが申し訳ないんですけど、で、今回はこれをちょっと食べたいと思います。実食。実食。いただきます。いただきます。うん。お味は美味しいです。味は美味しいね。うん。滑らかさはやっぱそうそう、滑らかさがないよね、はい、蒸し方がもうちょっとデリケートにゆっくりゆっくり火を入れて、適切なタイミングで取り出せばこれはすごい滑らかな。でも、うん、やっぱ美味しい。あのね、多分ね、こっちの方が好きって人もいる、うんうんうん、多分だから、まあそれはもし時間がある人は両方作ってみても面白いかもしれないいや、美味しい美味しい。久々に食べたけど美味しいね、まあ、材料間違ってなければ味はそんなに変わらないので。やばい、めっちゃ美味しい、うん、ちょっと滑らかプリンの方がね、抵抗版の方が、うん、あの見た目がすごい綺麗で、うん、いい感じだけど、こっちね、味マジ美味しいからもう味よけりゃ何でもいいってことです、うん、あとはこのカラメルソースの入れる量。そうですね、これもだいぶ、好みによって変わるんで、今日はね、まあ、いい意味でちょっと多めだったんですよ。でそれはだからカラメルの感じがすごいあって、ちょっと大人っぽく、うん、あのカラメルって甘いけど適度な苦さもあるから、うん、その苦さがちょっと苦手な人はすごい少なめにしたりとかできればいいかなと思いますので、ぜひ、試してみてください。はい、よし、じゃあ最後の、はい、言わせていただきます、チャンネル登録お願いします。時代劇みたいになってたけどよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。